その野菜は太ります。お野菜ならいくら食べても太らないと思っていませんか？実は太る野菜もあるんですよ。そこでこの動画では、1. なぜこの野菜は太るのか、 2. 太る野菜とはどんなものなのか、 3. 太る野菜と逆に痩せる野菜をお伝えしていきます。ぜひダイエットにお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。1つ目です。なぜこの野菜は太るのでしょうかということです。そのポイントは、そのお野菜が糖質を多く含んでいるからなんですよね。もう糖質は太る元です。カロリーを気にするよりも糖質を気にされる方がダイエットは成功すると言われるほど、もう糖質をですね、取ってしまわれるとなかなかね、痩せることができないんですよ。で、その理由は、その太ってしまったということはイコール糖質の取りすぎなんです。で、通り過ぎてしまうと、まあ、厄介なことにもうどんどんね、食べたくなってしまうんですよね。もうすごくわかります。私も昔その糖質中毒だったんです。もう甘いものがやめられない、止まらないなんですよね。もう中毒なんです。そうするとどんどん糖質を欲しがる、まあ、味覚になってたりですね、また腸内にいるデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が大好きな餌がこの糖質なんですよ。菓子パンとかケーキとかパスタとか、その小麦系とか甘いものとかですよね、油物とか、そういったものを食べ続けてしまうともうやめられない。なのでポイントは、いかにその糖質を取る量ですね、コントロールして減らしていくことができるかということが大事なんですね。なので極端に言いますと、まずはもう本当にですね、もうマイナス10キロぐらいいきたいという方は、やっぱり1週間ほど糖質はですね、もう完全にカットする、まあ、その代わり他のものは食べてよろしいんですけれども、その炭水化物というものをですね、取るというのをお休みするのも一つの方法としてお伝えすることもできますが、今回はとにかく、まあ、お野菜がテーマですから、ちょっとお話戻しますけれども、お野菜にもですね、お米やパンといえば糖質というイメージあると思うんですが、お野菜にもね、ちゃんと糖質って入ってるんですよね。もうここがポイントです。お野菜だから大丈夫じゃないというのはね、ここがポイントなんですね。で、プラスこの糖質を気にしつつですね、糖質をじゃあ抑えていくだけだと足りないんですよね。なぜかというと、その栄養のバランスが悪いということと、痩せるためにはね、タンパク質も大事なんです。このタンパク質を含むお野菜を取らないと痩せないんですよね。どんなに頑張ってお野菜を取って痩せようと思ったとしても、糖質が高くてタンパク質が少ないお野菜を食べ続けてても痩せませんということで、タンパク質です。特に女性ですね、筋肉がね、つきにくい。男性と比べても悔しいですけども、つかないんですよね。そしてその代わり、やっぱりこの筋肉の元となるタンパク質をしっかり取ってあげることで、代謝が上がって痩せやすくなるということ、そしてタンパク質を取ることによって、その脂肪に、ね、なりにくい栄養素なんですよね。ですから安心して召し上がっていただけるものなんです。そしてなんと食べたいっていうその食欲を抑えてくれるホルモンをしっかり作ってくれる材料にもなりますし、またね、満腹感がすごくね、得られるんですよね。ですからポイントは、なぜこの野菜が太るのというところなんですけれども、糖質が高くてタンパク質を含んでいない野菜が太ってしまいますよということなんですね。では2つ目です。太る野菜はということですけれども、後ほどこの3つ目のランキングでね、お伝えしていくんですが、もうとにかく、まあ、1のまとめにもなりますが、太る野菜というのは糖質量が高くてタンパク質量が低いお野菜のことになります。では次、3つ目です。太る野菜対痩せる野菜ということで、まずは太る野菜をランキング形式でお伝えした後に、では逆に痩せる野菜を選べば痩せるわけですよね。なので、その具体的なランキング形式であなたに最後お伝えしていきますね。ではまず太る野菜のランキング第5位は里芋です。
もうああやっぱりって思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。結局ね、芋類なんですよね。そして第4位は長芋です。これもお芋ですよね。そして第3位はじゃがいもです。そして第2位はかぼちゃです。そして堂々の、ワースト1位に選ばれたお野菜はさつまいもなんですよね。あーやっぱりお芋系って太るのかってね、思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、とにかく糖質が高くって太るお野菜というのはもう芋類になります。まず里芋、長芋、じゃがいも、かぼちゃ、さつまいもの順番でお伝えしましたけれども、この数字を見てももう一目瞭然、さつまいもめちゃくちゃ糖質高いですよね。もういかがですか、さつまいも美味しいですよね。私ね、もうこの中でも一番やっぱりさつまいもが大好きですし、やっぱよくおやつにもね食べることあるんですよね。ただ食べ方を工夫するだけで太りにくくなることができるんですよ。これは別の動画でさつまいもダイエットということで詳しくお伝えしているんですが、ワンポイントでお伝えすると、一旦その温めたさつまいもを冷やしてから召し上がると太りにくくなります。例えばこうほかほかの焼き芋ありますよね。そのまま食べてしまうと太るんですよ。もう糖質がすごく高くて。ですが一旦冷蔵庫で冷やした焼き芋を食べると太りにくくなるんです。糖質の質がね変わってくれる、こうマジックですよね。冷やすだけで痩せるさつまいもに変わる、ね、ことができますから、ぜひあなたもね取り組んでみてくださいね。詳しくは別動画ご覧ください。ということで、とにかく野菜といえども糖質がこんなにあるんだ、ご飯よりも太るじゃないのかというですね、もうこういったお野菜がありますから、ぜひ気をつけていただいて、食べちゃいけないものじゃないんですよ。もちろんすごくいいんですけれども、取りすぎてしまうともう確実に太ります。ですからこういった形で今覚えていただいてですね、日頃のお食事にぜひお役立てくださいね。ではここから、じゃあ太るお野菜に気をつけながら、逆に糖質がすごく低くてタンパク質がとっても多く含まれているお野菜を食べれば、冒頭でお伝えした通り太らなくて済むわけですよね。そこで今からこの痩せる野菜のトップ5をお伝えしていきます。第5位はレタスになります。あとね、そうかレタスかって思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。やっぱりレタスはすごく食物繊維も豊富ですし、もう低糖質でタンパク質も多く含まれている野菜になるんですね。ではどんどん参りましょうね。第4位はゴーヤです。でゴーヤはね、苦織のことですけれども、こちらやはり今旬のお野菜になりますから、特に夏場ですよねに出回るお野菜ですから、年中なかなかないとは思うんですけれども、ぜひその季節になりましたらゴーヤを積極的に取っていただきたいと思います。では3位はもやしになります。はあ、もやしってタンパク質あるのっていうね、びっくりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。もやしってそもそもね栄養あるのみたいな、ね、イメージだと思うんですけれども、もやしはやはり大豆からですから、もうすごくねタンパク質も含んでおりますし、また糖質も低いダイエット向きのお野菜になるんですよ。ではどんどんいきましょう。第2位はブロッコリーです。ブロッコリーもね美味しいですよね。こちらもそれぞれねお野菜というのは旬で召し上がっていただきたいんですけれども、比較的ブロッコリーでしたら年中手に入りやすいと思いますので、ぜひぜひ取り入れてみてくださいね。そして第1位はほうれん草です。ほうれん草はですね、もう本当にパーフェクト野菜になります。まず糖質、太る元の糖質が低い、そしてタンパク質が豊富、また女性にとって嬉しい鉄分などもですねすごく豊富になります。ですからこれからね、もう今お野菜ほうれん草すごく美味しい季節ですので、ぜひぜひ毎日の食事にほうれん草を取り入れてみてくださいね。あとまたこちら、先ほどの
お伝えしたランキングの痩せるお野菜トップ5です。こちらほうれん草はたったのですね、糖質が 0.3g しか入ってない 100g あたりですね。そしてタンパク質が 2.2g 入っています。でまたタンパク質が多いのは実はブロッコリーなんです。その代わりに、ね、糖質が高いので私は今回2位にしました。なぜかというと糖質の方がやはり痩せるためにはその今回のテーマとしては大事でしたので、糖質を取らないためにするお野菜ということでね、テーマとして挙げてましたから、ブロッコリーはやはり糖質が高いだけども、タンパク質はほうれん草よりも高いので、こういった形でポイントはですね、今お伝えしたランキングのお野菜をバランスよく摂るということです。もうこればっかりというよりはバランスよく摂られると、もう一番腸内環境の痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌となりますから、ばっか食べではなくてバランスよくこの低糖質高タンパクのお野菜を日頃から召し上がってみてくださいね。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことで心も体も元気いっぱいという女性の方を世の中にもたくさん増やしていきたいという思いでチャンネルを通して発信しております。毎日動画を配信しておりますので、ぜひこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録いただきますと私からのこの動画レターが毎日あなたの手元に届きますので、ご登録されてみてくださいね。そしてこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてもどんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。